はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしめです。今日はキラキラ光り輝いた春の花を集めて花束を作っていきたいと思います。はい、では始めていきます。まずこのラナンキュラスをね、持ちます。ラナンキュラスをこう持つときに、こうラナンキュラスのね、花びらがこう下にベロッとこうなっちゃわないように少しこう気をつけて持ちます。そしたらこのトルコキキョウをね、入れていきましょう。その時にもうやっぱこの花びらの下から上に向かってこういう風にトルコキキョウを上げてあげて、ラナンキュラスの花びらがこう下にこうめくれないようにしてあげてください。トルコキキョウ入れていきます。はい、そしたらこうキキョウランをね、入れて、このようにキキョウランを丸めていきます。丸めて握り込んでいきますね。でまたラナンキュラスを入れます。キキョウランを入れますね。そしたらトルコキキョウをまた入れていきましょう。こういう感じになってきましたね。とってもこう可愛いですよね。少しこのキキョウランで流れをね、作ってあげます。こういう感じですね。とってもこう可愛いですよね。ここでチューリップを入れましょう。チューリップはこのキキョウランと同じ流れをこうつけていきます。その時にこう少しチューリップがこうせり上がっちゃわないように気をつけてください。言い忘れた。スイートピーをね、入れていきます。スイートピーもちょっとこうラインが出るように入れていきましょう。はい、このような感じになりました。でもう一枚ここにキキョウランを入れました。そしたらこのレザーリーフファンでこのリーフ、あのブーケの背面をね、ちょっとこう当てがっていきます。はい、こちらで完成です。では結束して正面から見てみましょう。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。今ちょっと器に入れてます。なかなかやっぱり春のお花ってピュアでしょ。すごく美しいと思います。こういうね、美しい花に囲まれていると、なんか心もね、こう綺麗になるんじゃないでしょうか。ぜひお家にも春の花を飾って、こう綺麗だなって眺めてあげると、とってもこういいと思いますけど、いかがですか。では今日はこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。Next time. はい、フラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちらをクリックしてください。スマートフォン、タブレットの方はこちらが見えてないと思いますので、下のリンクよりお願いします。では
よろしくお願いいたします。